こんにちは、カワイの久本です。サンダナサロンの前田晴代です。私はオンラインで、ファッション通販をさせていただいておりまして、女性が輝いたり綺麗になったり美しくなったりっていうことを応援している、応援する活動をしているんですけれども、内面からこう女性は綺麗になるっていうこともすごい大事なんじゃないかと思いまして、いろいろ調べたところ、サンダナサロンの晴代さんと出会いまして、いろいろ詳しく、詳しくいろんな方に教えていらっしゃるということをお聞きしまして、動画をさせていただき、それをもっとたくさんの方に伝えたいと思い動画を始めました。今日はですね、お腹周りに脂肪がつく、お腹周りが太りやすいとか痩せにくい、太りやすい、すぐお肉つく、すぐにお肉がつくあなたにお届けしたい、あるあるですよ、あるある、はい。これなんでね、つくのかっていう話を今日させていただきたいということですね。そうです、はい。例えばなんか昔はつかなかったのでとか、はい、なんか手足はすごく痩せてきたので、お腹周りだけがどんどん脂肪がついてる気がするとか、はいはい、もうこのお腹さえ減らしたら、はい、もっとおしゃれに服が着れるのにとか、はい、いろいろあると思うんですけど、その謎を今日は解けたらいいなと思います。なんで減らないでしょう。なんでかっていうと、はい、体質とかね、皆さんいろいろ食べるものとかよく言うんですけど、はい、一つ原因の一つに大きくアドレナリンの出過ぎっていうのがあるんです、はい、そうなんですか。そうです、まずアドレナリンっていうのは、はい、私たちがストレスを感じた時にアドレナリンが出たりとかするんですね、はいはい、でストレスってよく皆さん人間関係とか仕事の関係とか、いわゆるマイナスの負の出来事とか、負の感情をストレスやってなるんですけど、はい、体からすると実は楽しいとか、はい、これもストレスなんですよね。っていうのが、ストレスって日本語では刺激なので、自分に対して刺激に感じるものは、プラスもマイナスも全部ストレス。じっとしてたらノンストレスで。じっとしてたら。動いてたらいろんなものが感じるので。そうです。だからもうなんか飲み会とか行って、楽しいって、これ、プラスのストレスなんですよね。まあそうですね。で、それって、なんか仕事行かなあかん、これもマイナスのストレスなんですよね。っていう、分かりやすいストレスもあれば、例えば暑いな、これもストレスなんですね。なるほど、刺激なので、とか蒸し暑い感じるわけですね。そうです、そうです。なので、いろんな刺激っていうのを私たちは受けてるんですね、はい、でそのストレスを受けた時に 100% 受けすぎると体が弱ってしまうので、その対処法としてアドレナリンっていうホルモンを出すんです、アドレナリンっていうのをグッて出して、いわゆるそのストレスに対して打ち勝とうとするために、私たちはアドレナリンホルモンっていうのを出すんですよ、出す。なので刺激が多い人ほどいっぱいアドレナリンっていうのを出すんですよね、アドレナリンが出たらどんな感じですか。もう戦闘モードになるんですよね。ストレスに打ち勝ってるような感じ。でどちらかというと自律神経がどちらかというと交感神経になるんですよね、アドレナリンが出る。そうすると戦うモードだったりとか、戦闘モードになるので、オラーみたいなストレスがかかってきたらやっちゃうぞとか、ストレスがかかってきたらやられないようにこう跳ね返すみたいな感じが、いわゆるアドレナリンが出た時に戦闘モードになってる。そうです、そうです。なのでやっぱりストレスを感じすぎるとホワンってならないように、アドレナリンっていうのが必要にはなってくるんですよね。確かに、確かに。そうです。なのでストレスがいっぱいの人はアドレナリンがやっぱりいっぱい出てるっていうことですね、戦闘モード中。そうです、で例えばですけど、例えばというかアドレナリンっていうのは実は副腎っていう臓器から作られてるんですよね、でそうするとアドレナリンばっかりを副腎が作ってたら、副腎が疲れてくるんですよね、そうするとアドレナリンっていうのが出にくくなるんですよね、副腎が疲れちゃうと。そしたらアドレナリンが出にくくなると、体の中はでもストレスを対応しなきゃいけないってことで、アドレナリンに似た物質のコルチゾールっていう物質を出そうとする、出そうとしか出すんです。副腎からですか。副腎からです。アドレナリンっていう、副腎も副腎皮質、副腎髄質っていうものがあるんですけど、アドレナリンが疲れて、副腎が疲れてきたらアドレナリンの代わりにコルチゾールっていうのを出すんですよね、でこのコルチゾールがくせ者で厄介なんです、これ何かって言ったら、コルチゾールっていうのが大きな筋肉をまず溶かすんです。溶かしちゃうの。だから足とか手とかっていうのが
大きい筋肉があるので、それを溶かしちゃうんですよ、はいはい、っていうのが、まあ、コルチゾールの大きなあのお仕事の一つなんです。やばいですね。だから年齢とともに手足が細くなっていくっていうのは、はいはい、あの痩せやすくなってって喜ばれてる方いるかもしれないんですけど、もしかしたらアドレナリンを出せすぎてあの疲れちゃって、代わりにコルチゾールが出ちゃった結果手足とかが細くなってくる、っていうのがまあ一つコルチゾールの大きなあのくせ者の噂の一つです。でもう一個は脂肪に水分を貯めるんです。だからむくみっていうのを作るんですよ。脂肪に水分混ざってくる。細胞です。細胞に水分が貯めやすくなるんですよね。コルチゾールってなのであのむくむんです。コルチゾールって食べに存在します。コルチゾールはアドレナリンの代わりです。代わりなんですか。必要とされてあるわけですよ、ね、そうです。アドレナリンが出にくくなったから、よしじゃあ俺が頑張った頑張るけど副作用的な感じで、いやあのアドレナリンとそもそもあのコルチゾールはホルモンが違うので、気持ちは頑張ろうと思うんだけど、はい、別にそれによってストレスに対応するとかではなくって、はいはい、コルチゾールはコルチゾールのお仕事をされるんですけど、はい、その一つが筋肉を溶かす。なるほど。で筋肉を溶かすってことは、はい、基礎代謝が減るんです。まあ、それはコルチゾールの多分特性っていうか特性だと思うんですけど、あとコルチゾールが出ると筋肉が溶けるんですよね。でそうすると基礎代謝が下がるんですよ、はい、ってことは全く同じものを食べてたと、例えばですけど700キロカロリーのものを食べてたとしても筋肉量が減っちゃうので脂肪に変わっちゃうんですよね。だ脂肪に変わるってなった時に、はい、筋肉、手足だったりとかではなくって、はい、一番脂肪がつきやすい、はい、お腹周りばっかりに脂肪がついちゃって、はい、手足とかっていうのはどん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 筋肉が溶けちゃうので、はい、細くなって、はい、この辺だけがくると、はい、コルチゾールのシワなんです。お腹はじゃあ太り、肉がつきやすい。そうです。脂肪がつきやすいのがお尻だったりとか、まあ、太ももだったりとかなんですよね、はい、で、まあ、足とかっていうのは、はい、いわゆる筋肉がいっぱいつきやすいので、はいはい、まあ、いわゆる女性の方で筋トレとかちゃんとしてたらいいですけど、日常生活で筋トレとかしてない人って、まあ、一応歩くので、はい、あの筋肉がつきやすいんですよね、はい、とか手を動かしたりとかするんです、はいはい、どうしてもお尻周りとか、はい、あのお腹周りっていうのは筋トレされないと、はい、なかなか筋肉つきにくいので、はい、どんどん脂肪がついてくるんです。なるほど。で足とか手とかは動かして筋肉がつくので、それがコルチゾールで溶けていくっていうことなので、はい、な手足がすごく細くなって、はい、この辺だけがお肉がいっぱいついてくるっていうのは、はい、イコールアドレナリンが出すぎて、はい、体の中からコルチゾールっていうのが出てるんだっていうサインになってくるっていうことですね。なるほど。とか、まあ、プラスすごくむくむ、むくむのもずっとむくんでるっていうよりは、なんか時期によってむくんだりとか、例えば仕事が忙しくなったらむくむとか、例えばですけど、お仕事で出張出たらむくむとか、眠りの質が悪くなったらむくむとか、まあ、いろんなあのむくむ状態って人それぞれあると思うんですけど、まあ、それってなるかっていったら体の中のコルチゾールっていうホルモンが一生懸命細胞に水分を溜め込ませてくれてるんだっていうふうに思ったらいいかなと思っています。その場合はどうしたらいいでしょうか。そうです。まずは一つ目は、まあ、アドレナリンっていうのが出過ぎてしまって副腎が疲れるからコルチゾールを出そうとするので、アドレナリンっていうのをまずは、まあ、できるだけ出さないようにした方がいいと思うんですよね。なので、まあ、ストレス、心理的なストレスですよね、これはもう軽減しようがないんですよね。なので物理的なストレスっていうのはちょっと対応はできると思うんですよ。例えば物理的な、まあ、アドレナリンを作ろうと思ったら、それこそチョコレート、これはもうやめようと思った、まあ、ストレス、心理的なストレスはやめれないんですよね。でも、まあ、チョコレート食べるのをちょっと控えるとか、コーヒーの刺激を例えば控えるとかっていうのもそうですし、例えばシャワーですね、熱いシャワーを浴びるとか、まあ、そんなの刺激なので体からするとストレスなんですよね。っていう物理的なストレスをちょっと軽減して体を戦闘モードに、アドレナリンを出す戦闘モードにするのを少しだけ控えるっていうのをするとすごくいいかな。副交感神経優位。そうです。交感神経をあんまり、そこに居座らないっていうことですね。居座るためにアドレナリンを出しちゃうのでっていうのが一つですね。でもう一個は先ほど言ってみたいに、そのアドレナリンと反対側になるリラックスホルモンっていうのが、アセチルコリンっていう、あのリラックスするホルモンなんですよね。でこれをできるだけ出すような生活っていうのを
のはすごく必要なので、あのお風呂をゆっくり使う、うん、自分の中でリラックスする時間っていうのを、まあ、1日に1時間でもいたら持つようにする、うん、まあ、そのためにいろいろ工夫するっていうあれですね、はい、で特にサンナーサロンに来てくださってるお客様は、はい、まあ、交感神経、副交感神経っていうのにすごく変わってくるので、このスイッチをどう入れ替えれるようにうまくなるかっていうのに向き合ってもらうんですけど、そうです、本当人それぞれね違うんですよ。例えばですけど、香りの方もいれば、自分のお気に入りの香りを嗅いでふわっとすると、私こっち副交感神経に入ってアセチルコリンのホルモンが出るのっていう方もいらっしゃるから、ヒノキの香りの香水を嗅いました。とか、なんか飲み物の方もいます。あの刺激が多いコーヒーとかはちょっと置いといて、血糖値がいきなり上がったりとかするので、はい、例えばハーブティーとか、まあ、そういうちょっとゆるく上がるような、落ち着いた穏やかになるようなあのお茶系の方もいらっしゃれば、あとはあの質感、例えばですけど、なんかあの寝るときに枕とか、うちの息子大好きなタオルが、あ、そんな感じです。あれ副交感神経、副交感神経でこうしたいっていう、あ、そうなんですね。なんか質感の方もいらっしゃれば、あとはね、お風呂のやっぱ入り方の方もいらっしゃいます。あ、うちの奥さんもずっと一人で入りたいとか、息子を、あ、そうです、入らせない、あれもそうです、そうです。で絶対お風呂の最後はシャワーは浴びない。あの、まあ、頭洗ったりとか体洗ったりのシャワーってあるんですけど、シャワーって刺激なので、やっぱアドレナリン出やすいんですよね。なんかやっぱストレスいっぱい抱えてる方って、はい、ずっとこうシャワー浴びるの好きなのっていう方も、はい、朝なんでシャワー浴びるとシャキッとするかって言ったら、結局あのがストレス、あの朝の眠りがこう浅くなったら起きにくくなってるのを、ストレスを浴びさせる刺激という、あの熱いシャワーを浴びさせることによってアドレナリンが出てきて、そうです、戦闘モードになるっていうので目が覚めるっていう風な形で、まあ朝はいいんですけど、夜は、まあ、洗うとかそういうのでシャワーを使った後は、例えばゆっくりそこから20分ぐらいお風呂に使ってふわっとするとか、まあ、そこにね、もう匂いがあったらまあ最高かもしれないしっていう方もいれば、あと音楽の方もいらっしゃいます。なるほど、やっぱ五感なんですよね、皆さん。そうですね、五感ですね。なんか音楽がいいっていう方もいれば、まあ、あの携帯を触らないっていう方もいらっしゃいます。ああ、そういうこと。なんか携帯が常に、あの携帯ってまあすごく便利になったんですけど、ね、いつなるかわからないっていうストレスがあります。ストレスがあるので、もう触らないって決めたら触らない。携帯がそばにあるだけでなんかストレス感じてそうな自分もいますね。よく言われるのは、はい、あのやっと寝れたのにブルルって言った瞬間パッて目が覚めるとか、うん、あります、あります。ライオンの音とかブルってやるやつも全部私消しました、ね、あれもめっちゃストレスです、はい、なんかあれ、あの設定するとスリープモードみたいなんでブルすらならないようにするとかもすごく、うん、でもこの時間はもう絶対あの携帯がど見ないみたいな時はもう私もあの飛行機モード、強制的に消すっていう、ね、それすらできない方がやっぱりいるんですよ ね、心の何かをリラックスしますけどね。なので私とかももう何時になったら消すって言って、本当はですけど、皆さん目覚まし代わりにする方とか、今だったらその眠りの質を測るアプリみたいなのがあるから、ここに置きたいっていう方いるんですけど、それすらもう離すっていうのは、まあ、電磁波も飛んでるのでリビングに置いて寝室入るって決めたらすごくリラックスされるっていう方もいらっしゃればっていう、人それぞれなので、ちょっと自分なりのリラックスっていう方法を、なんかね、あるんですよ。私もカメラ撮ってる時とか、まあよくカメラ撮るんですけど、いや、あの電話が鳴ったりとか、まあ、LINE、まあ、しねっと見ちゃうんですけど、見てなんか別のことをモードが入ってきたら、あのこうカメラに戻れなくなったりするんですよ。でもこのスイッチの切り替えとかが多分ストレスなんだなって、なんかこう例えば家族でもあの人から話しかけられてる、この人から話しかけられたりするともう話さないでみたいなのは脳がパンクするんですよね。そうです、そうです。携帯ってスイッチをね、こう切り替えさせるストレスもあるな。本当に食った田舎でブルってなったから見たら、光というところの刺激も飛んできて、はい、ね、眠りの質が悪くなったりとかもやっぱするので、まあ、今喋ってたのは、ね、夜ですけど、まあ、日常生活でもちょっと自分の中で、例えば深呼吸するだけでもリラックスされる方もいるので、まあ、お仕事とかされてて、本来だったらバーンとアドレナリンを出さなきゃいけない刺激を受けると、バーンとアドレナリンを出してこう自分をあの守るために交感神経になるんだけど、まあ、その後に軽く深呼吸する薬を使うとか、いいですね、ちょっと穏やかになるためにちょっと無心になる薬
癖をつけるとか、ちょっと自分の中でこのスイッチの切り替えっていう方法を見つけられるっていうのはすごく生きていく上ですごく体が楽になると思います、うん、そうですね、はい、ちょっとそれ注意するだけでお腹の肉が減るかもしれない。そうです、コルチゾールをいっぱい出さないそしたらむくみもいつの間にかむくみにくい体になったりとか、お肉周り、あ、お腹周り、お尻周りのお肉がなくなったりっていう風で、筋肉も溶かさずにいるので基礎代謝が上がるので、はい、食べててもそんなに太りにくい体になったりとかするので、まあできるだけコルチゾールを出さないような生活を心がけていきたいなと思います、はいはい、では今日はそんな話でございます、もっと詳しく、私こんなことありますとか、あんなこと気になりますとかいう方は概要欄にサナルさん、ナルさんの概要欄を載せておりますので、直接質問してみていただけたらと思います。はい、ぜひぜひ私こんなリラックス法があるよとかっていう、はい、逆にプラスな意見というか、はい、質問だけじゃなくて、はい、これしたらおすすめですみたいなのもいただけると、はい、嬉しいです、はいはい。